ます。はい、次こちら移ります。連日のリハーサルで疲れてます。うん、疲れてます。はい。明日は多分もうヘトヘトだと。あ、お客さんの前でやれるのはまあ半分だとしてもまあ楽しみですね。どういう反応が返ってくるのか、それによってまた僕らの芝居も変わっていくと思うんで、こういうご時世ですけど待ってる方もいらっしゃると思いますんで、その辺は我々はやる気満々でやっていこうと思っております。私もミュージカルの経験はほとんどない中で、今回はこういった力強いミュージカルに呼んでいただきまして、私ももう本当に嬉しく思っております。そしてまあこういうご時世の中で、こういった作品に皆さん出会っていただいて楽しんでいただけたらなと思っております。私はミュージカル初挑戦なんですけれども、私も石田さんと同じような状況で同じようなというか、やっぱり私ミュージカル大ファンで、個人的になので、この聖域だけは犯してはいけないとずっと心に決めていたので、ちょっとそれを破ってしまったということでちょっと反省気味なんですけど、私もお引き受けしていいものかと悩んでいる時に、まあ、演出家が力強く大丈夫ですとおっしゃるので、何が大丈夫なのかさっぱり未だに分かってないんですけど、まあ何かあったら演出家のせいにしようと思いつつ、でも本当に素晴らしいキャストの方に囲まれて、何でしょうね、本当にひどい人しか出てこないんですけど、でもなんか不思議な爽快感のある他にはないミュージカルに仕上がってると思うので、こういう場で、ミュージカルデビューができるのはとても幸せなことだなと思っております。はい、よくご覧になっているミュージカルと今回の作品比べてみてのこう違いというか。そうですね、私割と本当王道ド直球キラキラミュージカルが好きなんですけど、でも何ですかね、日々このおしもなワードに囲まれてるとなんというかもうもう古田さんや右近さんがそういうワードを連発すればするほどもうかっこよく見えてくるっていうか、なんかある意味これはこれですごいキラキラしてるなと、そうですね、本当にエログロ満載ですし、もしかしたらこう敬遠される方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当にこうかっこいいミュージカルナンバーに乗せられるとなんか不思議な感動があって、自分が出てないシーンとか見ていてもなんか感動しちゃうんですよね。だからすごく稽古場から楽しませていただいてます。はい、